ドンが解約を重ねる理由がついに判明してしまう。ダゾーン日本支社の CEO って元キタージャパンの社長だったのか。なるほど。クソゴミサービスの全てにこれで説明つくのエグすぎる。だからアプリいつまでも使いにくいし放映権取られるし誰も見ないスポーツばっか追加されるのか。左傾化した情報を溢れさせてたキタージャパンの元社長笹本優は今はダゾーンジャパンの CEO かよ。意外なところで今のダゾーンがダゾーンガールズとか的外れなことやっててあかんことについて答え合わせされちゃった。ダゾーン本当にクソすぎる。 J リーグがなければとっくに解約してる。今年入ってどんどんサービスがクソになってアホなことばっかしてる理由の一端が分かった気がするぞ。キタージャパンって酒を飲みながらハッポストとかいう怪文書をトレンド欄に載せるキュレーションが主な仕事で無能すぎてイーロンに解雇されたイメージしかないんだけど、ポリコでプロパガンダやっててクビになった人が辞職でやった施策がダゾーンガールズってどういうことなの。全てに納得がいった。